うんま。まあこれ。あちゃんはいつ頃から俺の放送見てんだっけ？うん。うまい。
3ヶ月ぐらいか。何きっかけで見るようになったの？俺なんだ、罪な男だね。はい、こんばんは。YouTube の何の動画見つけたんだろう。出会いに感謝だね。いろんな人が見てるからね。こんばんは。でしょ？でしょ？食べようぜ、ニンニ。そうだよ、まえちゃん。病院行って精密検査だよ。まえ、多分死ぬよ、下手したら。その高熱が3日で引かないっていうのはおかしいよ。マジで大病だってたら大変だから。ダメだよ、早く行かないと。ああ、アスペか。精神疾患難しいよ。ほんと理解してもらうのに時間かかる。で、あの、いや、それがいいよ。まあちょっとの風邪っていうか、まあこじらせてやばいなと思ったら病院行くべきだよね。あれ？コーヒーがねえな。あれ、俺のコーヒーは？あれ、コーヒーがない。あれ、コーヒーは？コーヒーどこだ？あれ？あれ？ちょっと待って、コーヒー探すわ。あれ？あれ？あったあった。あったー。はいはいはい、他のを見てふわついって世界があるんだ。はいはいはい。お値打ちって言い方よ。かわいいな。お値打ちってね。アスペルガーとかってさ、あ、まあちょっと量が少なくて140円で缶コーヒー売ってるね。あのコーヒーすげえうまいんだよ。
140円で俺がいつも買ってるやつだね。あれが一番うまい缶コーヒーは。うん、俺早いんだよね食うの。めちゃくちゃ早い食うのが。いやね、アスペルガーとかね、 ADHD とかね、この精神障害に関してはね、まだまだ偏見も多いし、あのね、俺ね、これね、おかしいなって思うのが、そのうつ病とかもそうなんだけど、病気は甘えだっていう人いるでしょ。特に年寄りとかに多いんだけど、病気は甘えだっていう人ね、あのね、医者が病気ですって言ってんのを、例えばさ、がんになるのが甘えだと思わないでしょ。あの精神論とか根性論で何かを片付ける人とか日本人にすごく多いと思うので、これだけ医学が発展してて、うつ病で自殺をする人がいるぐらいなんだよ。普通の状態だったらさ、自殺とかしないじゃん。もう歴史として、医学としてもう成り立ってるものじゃん、病名がつくものって。それをね、根性が足りないとかね、甘えだっていう人ってね、俺頭おかしい人だと思うよ本当に。そう思いません？みんな。でもね、日本はまだまだそれが通用しちゃってるっていうか、本人が病気で苦しんでるのにさらに追い打ちかけるように、そんなのお前が甘えてるからだっていう人いるからね。そうそうそう、 ADHD かな。だからね、あの精神病に関して甘えだっていう論者はね、ちょっと頭おかしい人だと思った方がいいよ本当に。風邪ひいてたりとかインフルエンザになって気合で治せって言ってんのと一緒だよね。がんなんて気合で治るって言ってんのと一緒だから、トンチンカンだよね。まあそれくらい図太いから打つとか分かんないんだろうな。いや多分ね、いっぱいいるんだよ。小学校の時とかさ、あの保健室に通ってる子とか不登校の子とか 2,3 人いたでしょ。あれうつ病の発症率とか、あの発達障害の発症率って全く一緒なの。なんか全校集会でいつ問題起こすやつとかいなかった？小学校の頃とか授業中なんか廊下走り回るやつとかいたでしょ。だから学校単位で見るといたでしょ。あれなんだよ、いたでしょ。だからいるんだけどなかったことにしちゃうんだよ、忘れちゃうんだよ。でその人たちが働けない社会になっちゃってるの、働きづらい社会というか、うん、あ、そうだったんだ、みすけ繊細だったんだね、うん、だからそのあの子たち別に能力が低いわけじゃないんだよ。実はその隠れた才能とか持ってたりとか、人と感性が違うから社会に役に立てるのに、うん、だからね、そういう子たちを、ま、資産だから、人で言って資産だから、俺が考えるにはだよ、やっぱね、そういう人たちが受け入れられる社会の方が豊かなんだよ。そうそう、あのね、うつ病の人に一番俺が絶対言わないこと、頑張れって言葉。俺はだからそれ分かってる、頑張ってるからこうなったんだよって、で大丈夫なわけがないからこうなってんだよと本人が一番分かってる。で俺は舞ちゃんの気持ち分かる、舞ちゃんは頑張り屋さんだからこうなっちゃったの。だからうつ病の人に頑張れっていうのは死ねって言ってんのと一緒だから、頑張らなくていいんだよって、肩の力抜いていいんだよって、少し休んでもいいんだよって俺はそう思うよ。そういう風に言う寛容な心を周りが持ってないとダメなんだよ。誰よりも頑張ってて空回りしちゃってて疲れちゃってぶっ壊れてんだから、うつ病って、でしょ。頑張れじゃないんだよ、頑張ってるから壊れたんだよっていう、周りに頑張りすぎたよって言ってあげる人が必要だったんだよ、舞ちゃんの周りに。15年前にちょっと休んでもいいんだよって、うん、
多いよ。だからいろんな精神疾患抱えてるリスナー俺のところに来るけど、根はみんな優しいもん。根はみんな優しいよ。素直だし、優しいし、まっすぐだし、不器用だし。だからツイッターに書いたじゃん、不器用なのが多いって。大なり小なりみんな抱えてるんだよ。で、障害者になるとか病名がつくっていうのはもう過剰反応が出ちゃってんの。うちのリスナーさんは病名ついてないとしても、やっぱりそういう何かしらの問題を抱えてる人が多いよ。まあ、なんだろう、よく言われてるのが配信者とリスナーそっくりだっていうのは本当にそうなのね。オフ会やると分かるんだけど、本当にそっくりなの。鏡なの。マジで？コーヒー送ってくれたのに、ありがとう。LINE 見ておくわ。また YouTube で紹介させて。ありがとう。LINE 見ておくね、後で。ありがとね、ニンニいつも。そうね、心の問題っていうのをさ、カード更新になったんだ。俺はね、その人たちが笑ってる社会の方が俺は豊かだと思うのよ。障害を持ってる人と周りの人が笑ってる社会の方が絶対豊かだと思う。そうね、障害持ってる人をね、貶めたりね、なんかこう悪口言ったり、臭いものに蓋をするみたいな文化っていうのは絶対自分たちに返ってくるから。ぜひぜひプレゼント、よろしくお願いします。ニンニいつもありがとう。俺はそういう人たちと寄り添って生きていきたいね。はっきり言うよ、舞ちゃん。舞ちゃん、はっきり言うよ。俺も自傷行為だと思う。タトゥーとかピアスとか、タバコを吸う、初めて吸うのも、その全部自傷行為なんだよ。要はね、舞ちゃんの深層心理言い当ててあげるよ。この体は私のものなんだっていうことなんだよ。この体は人のものじゃないって、私のものなんだっていうことを、そうしないとできなかったんだよ。表現できなかったの。みんなもそうでしょ？タバコ始めて吸い始めるときもそうだし、誰かに対する反発なんだよ。わかるよ。そう、自分で言語化できないけれども、この体は私のものなんだっていう表明なの、タトゥーっていうのは。ピアスもそう。いや、ピアスもそういうことだよ。要は親への反発なんだよ。親のものじゃないっていう。だから、そう。深層心理ではもう絶対そうだと思うよ。タトゥーとかピアスっていうのは。だから、成人するとタトゥー入れたり部族とかするわけだし。ああ、今日バー飲み行ったの。俺の隠れ家というか、俺のね、大好きなバーに1年ぶりぐらいに行ったんだけど、すごいいい話を聞いたんだ。シェアさせて。エチオピアっていう国があって、その頃まだ文明が入ってない頃のエチオピア人がね、他の文明では飛行機とかが飛んでるわけじゃん。現地の国民なんて言ってたかって想像つく？エチオピアにまだ文明が入ってこなかった時ね。で、まあ、後にファッションになってくるんでしょ。俺は言ってるのはファーストね。最初にやる行為ってことね。まあいいや、エチオピアの話させてくれよ。でっかい飛行機が飛んだ時にエチオピア人は何て言うのかっていう。今日も大きい鳥が飛んでるねって言うんだって。これ素敵じゃない？これ俺めっちゃ感動したんだよね。
今日も大きい鳥が飛んでるなって。要は飛行機を飛行機だって認識してなかったら人間は鳥だって思うんだよ。俺らこの発想ないじゃん。あー今日もあの大きい鳥が飛んでるなって。飛行機は鳥なんだよ。エチオピアのとある文明がない国にとっては。俺なんかこの話すごい好きなんだよな。伝わらないかな。深いよね、なんかね。その感性って大事だよね。いいバーだからね、仲のいいリスナーさんにはいつか連れて行ってあげたいな。そこのマスターがすごい素敵なマスターなんだよ。すごい素敵なマスターで、パソコンとかスマホとか全然詳しくないし嫌いなのね。あんまり好きじゃないので、その本とかよく読むし人との会話をすごく大事にしてて。おいねえ、いらっしゃい。すごく素敵なマスターだよ、うん、お、延長するんでもしよかったらアイテムお願いします。すごい素敵なマスター。人をすごく大事にするしね、話がすごい上手な。マスターが好きなのは石野と浅井さんなの。すごいいい店だよ。俺が新宿で唯一気に入ってるお店で、もう6年目だって言ってたね。で、1個の目標にしてた数字だから嬉しいって言った。おはよう。しっとり飲むところが好きだから。客層がすごくいいね。漫画家さんとかアーティストが集まるお店だから。もちろんね、ホストとかキャバ嬢とか風俗嬢とかも歌舞伎町のど真ん中だから集まるけど、うん、調子悪いんだ。はいはい、いってらっしゃい、うん、すごくいいお店でね。なんか、ああ歌舞伎町のなんかこうね、なんか場所に、いい場所ある。いや素敵だな、ここ通いたいなって、うちのリスナーだったら思うよ。その雰囲気に入るというか、もうそのマスターの雰囲気、世界観。マスターはね、ずっとね、10代の頃日本で旅人やってて、スペインだかどっかに数年間住んでて、でバーやりたくてこっちに来たんだけど、すごくいいよ。哲学を持ってて、うん、いろんなことを教えてくれる。教えてくれるっていうか、まあお笑いも交えながらお話が上手で、お話を楽しむってこういうことなんだなと思うよ。で、そこのお店はアーティストをずっと支援するっていう活動で、個展をずっとお店の中でやってあげてて、1週間か2週間かな、2週間1サイクルで、その絵を飾ったり写真を飾ったりとかずっとやってるんだけど、もう半年いっぱい埋まってるって言ってた。なんかいろんな芸術家の人がそこのお店で個展を開いてる。だからまあ個展開いてるっていうか、壁に飾ってあるだけなんだけど、いつも壁のスペースには絵が飾ってあったり写真が飾ってあったり、いつもイベントで、それをお金取らない。いやいや、歌舞伎町のど真ん中だから歩いて30分ぐらいかな、うん、そこは俺の隠れ家、俺が唯一飲みに行く場所、うん、いろんなことを教えてくれるし可愛がってくれるんだよね、すごく。
いい接客をするんだよ。だからまあ話す人は減ってるよね。うん、30分ぐらいだね。俺は今日はビールとジントニックだけしか、2杯しか飲んでないね。ビールとジントニックだね俺は今日は。まああとハイボールかな。まあハイボールかジントニックが多いんじゃないかな。ジントニックはね、作り手によって味が変わるから面白いんだよ。すごくシンプルで定番なんだけど、実はそのバーテンダーの腕が分かるそのカクテルでもある。そうそう、マスターとしっぽり2人で飲むのが好きなんだけど、たまにねガーって入っちゃうから、騒がしい日もあれば、すごいもう映画に出てくるようなかっこいいお店だよ。カウンター7席しかないんだけど、マスター一人でずっと切り盛りしてる。面白い。今日はね、その人が言ってたの、電車に乗って帰るときにみんなスマホいじってるだろうって。いやもう売り上げはどんどん上がっていって最高潮だって言ってた。おかげさまでって、年々上がっていって、今年の10月が6年目で一番売り上げ良かったって。そのシャンパンとかご祝儀を抜いた通常の売り上げが、平均が要は積み重なってきてて、要はどんどん良くなっていってるって言って喜んでた。ありがたいって言ってた。あれをスマホを見てさ、毎日ずっと見てる人のことを大人のおしゃぶりだって今日その人は言ってたね。なんか大人のおしゃぶりに見えるっていう、それさえ与えとけば僕は黙っておきますからとか。いや個展が目当てじゃない、もうマスターが目当てでみんな通ってる、その人が目当てだね。うん、人、もうその人が好きなのみんな、マスターに会いに行くの。要は雰囲気がね、すごくうまいの、その場の雰囲気。要は酔っ払ったわーみたいな人がいたら、わーって言ったら小声で喋って、その落ち着かせたりとか、店の雰囲気を整えるのがうまい。あ、もう間違いなくマスター目当てだね。7席しかないから、そう、いろんな人が集まる。マスターかっこいいよ。すごい胸元開いて毛深くて、まあいつも坊主なんだけど、かっこいいよ。雰囲気あるよ。色っぽいね。イケメンかどうかって言われたらイケメン、まあなんて言うんだろう、ちょっと癖があるけど、なんて言うんだろう、なんてセクシーだよね、すごい大人ので、雰囲気に、な、俗に言うイケメンではない、もう俺みたいな感じ、恋系の人。そうで、喋りがすごく面白いからモテるのよ。そう、 そう、いや言ったらわかるよ、すごいおしゃれで、お酒も美味しいし、いいお店だよすごく。モテるよ。いや、雰囲気のコントロールをすごく意識しててすごい上手だよ。要は客を選んでるのね。静かに嫌な思いさせずに、このお店俺に合わないなと思って合わないお客さんを帰る。まあでも飲み屋は俺酔っ払いが嫌いだからな、多分無理だと思うよ。
酔っ払い嫌いなんだよ。まああの客層のコントロールとかすごい勉強になったな、その人のやり方は。あ、持って帰ってきた。3年前なくした看板がまさか見つかるとは思わないよね、歌舞伎町のね、あんな店の中で。和道の看板まだあるよって言われて、えっつって、なくしたやつですよっつって、いたずらされたと思って諦めてましたっつって、いやまだあるよっつって、なんか倉庫みたいなとこを連れてかれて、ほらっつったら埃かぶって、あったって言って、なんでこんなとこにあんだみたいな。びっくりするよね、3年前なくしたものが今さら見つかるなんて。うん、ほっこりまみれだけどね、半分外みたいなところだからすごいよね。よく見つけたわと思って、っていうかよく3年間誰も触んなかったなっていう、もう完全放置されてたんだ。で、あ、和道の看板だっつって、そのまま放置してあるよって、え、どこっすかっつったら、ほら、ここっつって、うん、いや、今、俺がバーやってたの知らないんだって、みんな。ニーニーは知ってるもんね、みんな知らないって。バー配信の先駆けだったもんね、俺。いろんなことやってるよな。なんかね、うまくいくと飽きちゃうんだよね。あ、やっぱりうまくいくわっていうか、やっぱり俺天才だわで飽きちゃうんだよね。なんか物事一つを極めらんないんだよね。あ、これもうまくいくな、あれもうまくいくなって自分の中で三段がついちゃうんだよね。で、これ続けるのってなんかそのずっとレベル上げするゲームみたいになっちゃって嫌になっちゃうんだよ。新しいことやりたくなっちゃう。俺意外と話聞く方が好きだね。ふわっち、あ、ニコ生と FC2 だね。FC2。うん。どうなんだろうね。え、ぶっちゃけて今言うと売り上げ結構あったよ。うん。え、俺酒焼けじゃないよ、声。この声は酒でできてないよ。あ、でも飲み屋配信やってる時声ガラガラだったかもな。ぶっちゃけ男子後半は売り上げ結構あったよ。それ一本で食っていけるぐらいは全然、うん、話聞くのは好きだからね。力也さんもとっくに引退してるよ。力也さん面白い配信者だったのにな。天才だったのに、天才配信者だったのに辞めちゃったよな。力也さんはすごかったよ本当に。もう配信、ザ配信者だよね。面白くて体も腫れて、うん、喋りもうまい。本当にすごい配信者だった力也さんは。まあさすがね、元祖チャンネルホルダーだよね、うん、いや普通に働いてるんだと思うよ、うん、まあまあこの世界長く続けるもんじゃないって。それもまた正解なんだよ。こんなさ、毎日ぶったたかれてさ、明日どうなるか分かんない生き方でやっぱ減らるよ、うん、分かるもん。だから辞めるのもまた正解なんだと思うよ。生き方は一つじゃないから。まあ俺は辞めらんないだろうけど、やっぱみんな辞めてくもんね。
長く続いてる人ってごく一部だよ。みんなやっぱこの世界ダメだって、なってくよね。俺は分かるよ、力也さんの気持ちが分かるよ。いや、ね、やっぱね、あの、いや、まあまあ、続けたいとは思ってるけど、まあね、人気がなくなったりアイテムもらえなくなったら終わりの商売だからな。まあいつダメになるのか、もうここ半年ぐらいギリギリの生活だからな。あ、もう今月終わりかなって毎月考えてるのはもう辛いよな。もうダメかなって、もう半年ぐらいずっとそんな感じだもん。なかなかうまくいかねえよな。もうダメだって毎日思ってるもんね。ギリッギリの生活だよ本当に。いや、すごいよ、すごいよ。すごいよ。アイテムいただいてそれで稼いでる人はすごいよ。やってみたら分かるよね、一回配信をね。人を集めるのがどれだけ大変か、人に見てもらうのがどれだけ大変かっていうのがやってみると分かるから。ね、見る側からしたらね、勝手に大手なの過疎なのアイテムが上がってねえだのね、無関心だったら適当なこと言ってははって笑って帰ってくだけだろうけど、やってる本人命がけだからね、生活かかってるからね。毎日ほんとカイジの世界だよ、カイジ。もうダメだ、もうダメだ、もうダメだっつって、そういう綱渡り的な生活だからな。明日うまくいく保証なんか一つもないんだもん。まあ運がいいんだろうな、こうやって食わせてもらってるっていうのは。本当に恵まれてるよ、リスナーさんに。あ、おはよう。わあ、花火ありがとう、あんちゃん。いつもありがとうね。おはよう。ねえ、ありがとう。ありがとう、あんちゃん。みんなありがとう。いやーね、いやだからこうやってアイテムいただけるのありがたいことなんだよ。いやだからね、本当はね、 YouTuber みたくね、無料でも楽しめる仕組みみたいなので、そういうところで活動した方が良かったんじゃないかなとかいろいろ考えるけど、まあね、自分が選んだことだからもう責任は自分で取って最後まで腹くくってやるしかないよな。まあまあ、いい思いさせてもらってる方だよ俺は。あき、でもね、それを言われちゃうとね、そのわかるよ 100% 受け取ってほしいって。でもね、やっぱりね、それでも投げてもらわないと、やっぱ現金がないと俺らは生活ができないからさ、だからね、そこ難しいよね。でもそのふわっちがあるから俺らはこういう活動ができてるから、そこは俺はなんだろう、半分取られるのが嫌だって言ったら、全員が投げなくなったら俺収入ゼロだから、
そこはね考えないで普通に支援だと思って投げてほしいかな。俺は別に半分取られることが悪いと思ってないから、その考えは捨ててほしいかな。なんか普通に純粋に投げてもらいたいかな。それ言ったら社会回んなくなっちゃうよ。だから俺に投げてほしいね。俺に。そう、搾取されてるっていう、あのね、お金ってね回さないといけないんだよ。お金は、でもやっぱいつも言ってるけれども、30分にやっぱね一回お金か払ってくれる人を作っていきたいかな。30分見たらチップを置いてくっていう文化を作らないと、やっぱ俺らもうまくいかないし、悔しくない？だってずっとさ無料の頃から応援してる人たちからするさ、一部のさ大金持ちにバーンって投げられて、それでキャッキャキャッキャして媚び売ってる配信者腹立たない？やっぱ俺ら草の根でやってきた配信者からするとさ、なんつうかそこの花火師だけチヤホヤして媚び売っててっていう配信じゃなくて、やっぱ今見てる人に支えられたいっていう強い思いはあるよね。わかるよ気持ちは。だから半分、例えばさ、それってさホストクラブに行ってホストのあなたの給料店に半分取られるんだったら裏でバックで渡すよって言ってること、それって裏引きって言うんだけど、水商売ではご法度なんだよ。それって店をクビになるホストなの、そういうことやるやつって。まあオーナーとか店長にバレたらもう速攻クビなのね、裏引きしてますよって。ご法度なんだよそれって。だってふわっちを利用してこのサービスができてるわけじゃん、このシステムのアプリが開発されてるわけだから、だからアプリを使わせてもらってることへのリスペクトも必要だし、じゃあツール開発できるの、システム開発できるの、イベント作れるの、やっぱねお世話になってるところにはお金落とさないとダメだと思うよ俺は。っていうのが俺の本音かな。まあ、ふわっちの運営さん好きだしね俺は。もちろんね周りが全部ねもっと7割とかになっていったらもちろん移行も考えるけどね、ちょっとふわっちあぐらかき始めたなと思ったら俺は移動するよ、はっきり言って。俺も食ってかないといけないからね。リスナーが全員ちょっと半分はって言うんだったら、じゃあ引っ越すかっていうことになるけど、まあ今のところ俺ふわっちの運営さんちゃんと仕事やってるように見えるからな。ただまあ、ふわっちの運営さんは好きだけど、ふわっちのなんだろう最近のリスナーに関してはもうダメになるなっていう予想をしてるかな俺は。ふわっちは要はニコ生みたいになってきて、ふわっちの運営さんが舵取りを間違えたらこのサイトニコ生みたいになって衰退していくなっていうふうに思う。要はね無課金の嵐が増えた。昔は嵐がほとんどいなかったのに、アンチコメじゃないんだよ、嵐なんだよもはや。そう、要はね荒らす人が増えるサイトは滅んでるんだよね。嵐に対してはねやっぱ厳密にねそのルールを設けて、あのリスナーでも A 版にしますよっていう風にやんないと、配信者がやりづらくなったらみんな逃げてくからね。実際さ女の子でもさ減ったでしょ、心ちゃんとかさちゃんまゆとかさ、なんだっけみゆきちゃんとかさ、女性配信者やっぱ減ったもん。
女性が減った理由は簡単だよね、荒らされるからだよね、うん、あここのサイト雰囲気悪いなって言って綺麗どころにやっぱ移動したよね。いや減るよ、だから嵐を放置するとこうなるんだよ。あじゃあツイキャス行こうとか、じゃあショールーム行こうとか、17行こうって、これはねはっきり言って俺は運営さんの怠慢だと思うよ。嵐が増えて、うん、それを放置したっていう部分に関しては、俺ら阪神社でコントロールできない部分だから、そういうリスナーはもういらないって、運営さんが弾くぐらいじゃないと、やっぱり一回弾いたらあダメなんだっていうのがすぐ広まってアンチ同士でやらなくなるから、 IP ブロックしちゃえばいいんだ。だって配信者からするとね、荒らされて得一つもないからね、はっきり言って一つもない。良質なリスナーさんが離れていって、あねえ散々評判だけ荒らされてさ、よくなくなるじゃん。だから配信者も引っ越しを考えざるを得なくなるからね。荒らしに対処できるのは運営さんだけだから、ニコ生、まあだから甘いね、うん、甘いよね。無課金で荒らしてるやつなんかもう A 番すればいいんだよ、運営さんが。そいつらがいても一文の得にもなんねんだから。もう課金してるかどうかなんかさ、管理システム持ってるわけだから覗けるわけだから、虚偽通報するやつ、荒らすやつ、まあでも Google とか YouTube とか Twitter とか全部そうなってきてるよ。あの Twitter なんか今あの死ねって書いただけで A 番になるし、殺すとか書いても A 番だし、あの世界のウェブの流れはあのアンチとか嵐に対しても A 番処置しますっていうことを公式に発表してきてて、 YouTube とかもすっごい厳しい、リスナーに対しても、もちろん配信者に対しても厳しいルールは守ってもらってるけど、コメントでもだよね。でもねこれ覚えておいてね、みんなね、これ覚えておいてね、嵐が来てる時ほど普通のコメント書いてね、あの話題を変えさせるんだよ。荒らされてるからロムローとか、荒らされてるからっつって放置したら嵐のやりたい放題になるわけだから、荒らされてる時ほど嵐にリプを飛ばすんじゃなくて普通の話題を振ってくれた方が俺らはありがたいから、普通にシカトするのが一番いいの。まあ運営さんはチェックはしてるでしょ、全部を監視してるわけじゃないけど、まあ通報が入ったりしたら見てるはずだよ。逃げたらアンチコメントがどんどん増えちゃうの。コメント欄がアンチばっかりで、あ俺も書こう俺も書こうって支配されちゃうの。だからアンチを無視しつつ普通の話題を振ってほしいの。そしたら元に戻るから、要はここに俺いちゃいけないんだっていうのを雰囲気で分からせないといけないので、コメントが止まったら俺話せなくなるからね。アンチ負けたことになるから、それって荒らしてもいいですよってリスナーが言ってるのと一緒だから、だからアンチ反応しないで無視しながら普通にやり取りするのが大事なの。これ覚えておいてみんな。うん、しかとしつつコメントを書くと、
で、そういう文化が浸透していくと書かれなくなるから、要はテルチャンピンの枠とか荒らすやつとかいないでしょ。それはそういうことなんだよ。あ、ここいても俺の居場所じゃないって判断をさせるっていうのはすごい大事だ。要はあいつらはさ、なんだろう、俺の邪魔をするのが目的だから、コメント書かれなくなったら普通のコメントが、要はあいつらの勝ちなんだよ。うん、眠いね。もうこれで枠延長しないでそのまま寝ようかな。俺は起きたい時に起きてるよ。寝たい時に寝てる。目覚ましかけることは1年に3回ぐらいかな。時間に縛られない生活。うん、ありがとね、あちゃん。あちゃんいつもありがとう。ダメだ。まあそれが起きれないからこの生活を選んだっていう感じかな。自分の特性をこう見定めて、それで配信を選んだって感じだ。ちょっと眠いから寝るわ。みんなありがとね。おやすみなさい。お疲れ。おやすみ。いや、もう切るわ。おやすみ。